どうもエルザです。それではゼルダの伝説トワイライトプリンセスやっていきましょう。さあついにラスボスっぽい感じはするけどね。ガノンドルフと戦いますか。多分ガノンのはずだよね、ここまで来たらね。今回どんな感じかな、ガノンさんは。さあ相変わらずピコンピコンいっとります。いや1回でいけたら嬉しいけどな、きついだろうなそうだね、一応負けたらセーブデータを呼び込もう。うんなんで飲む。いや妖精も落ちてなかったもんね。まあ使ってそんなもんでしょう。ようこそ我が城へ。お前がガノンドルフか。死ぬほど会いたかったぜ。わずかな力を宿した程度で神に逆らい見捨てられた哀れな一族よ。お前たちの苦悶が血肉に糧となる。憎悪は力となって我らを目覚めさせた。お前たち一族にかけていたもの、それは力。神に選ばれし強者のみが持つ絶対なる力。その力を支配する者こそがこの世を統べる王にふさわしい。うぬぼれるなよ。お前が絶対なる力を持つ選ばれし者だと言うならば、私は全てをかけて否定してやる。影が光にほだされたか。面白い。ならば否定してみるがよい。その友情ってやらでな。光と影を滑る王に弓引く愚か者よ。その身をもって我が力を触れるがいい。マジでそこでゼルダ、ガノン憑依ゼルダか。はあ。あ、いつものですね。ほいほいほい、そろそろいいんじゃない。ほい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 、よし。あれ違う、落ちてくるとかじゃないのだね。避けるもんね。くるくる回ってるだけ。どうすんの。はいはいはい、そうそう、それそれそれ。はい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 、よし。で簡単に避けれるんだよな。ガーノンさんちょっと憑依した割には。お、ちゃんと使えるじゃない、そういうの。ガーノンさん憑依しない方が良かったんじゃないかな。ほらほら、あ、来た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 。でもこれリセットかかったらちょっと大変だね。ほい、終わったー。終わったー。さあ、魔獣ガノン。早速魔獣か。そうだね。どういうこと。どういうこと。ちょっと待って、これは絶対後ろついていく。どうすんの。でもあのお腹の部分だよね。なるほど、そういうことか。思ったより機動力が。頭打ち抜いて、やつの腹を見たかい。あれは昔処刑された古傷がまだ残っているんだ。了解。ちょっと待ってね、全然画面がちょっと画面が追えない。いけー、それはうわー、しかもこれ入れないパターンじゃない、ほらーくそー、ちょっとロックオンっていうか画面頑張ってくれ。これさ、しかもそれはやめろ、もうやろう。しかも白くなった時にしか当たり判定なさそうだね。さらにか矢を打った瞬間消えるね。お、マジか。獣ね、獣。はい。いってー一瞬 L ボタンが出たな。痛い。獣に獣は分かった。違うんだなうわー、ちょっと今ロックオン出たけど、チャンスが来ないんだよね。ダメ。ただ大変だなこれ。マッチするか。どこもそんな完璧じゃないからな、難しいね。ちょっと待って、俺の A ボタンはもうそうだね、仕方ね、これは仕方ない。あ、いや、声が隠れてないで。やっぱあれだな、なんかできる時できない時あるね。一回だけだな、つかむが出たの。ライフは減ってない。いや、減ってるか。長押ししてみよっか。こっち、おらー、この野郎。よし。ああ、これは攻略法を知ってないとしんどいね。姫さん、私何も言わないで、エミドナ。ほんの短い間でも私の心はあなたと一つでした。あなたの受けた苦しみに比べたら、うつしおの大地はあまねく照らす大いなる力。任されし光の精霊たちよ。今こそ大麻の光、我に与えよ。エルザ。いや、選ばれし勇者、エルザよ。どうか私たち、最後のお力をお貸しください。あ、来ませんか。ここで来ませんか。ガノンの動きは私の放つ光の矢で封じ込めます。あなたはガノンを捉えて矢が届く距離まで保ってください。了解。はいな。ゼルダ頑張れゼルダ頑張れ。ああ、馬ちゃん止まんないで。どうした。よし、いてえ。それはあかん。そのタイミングでそれは来たらいかん。あー、マジか。待ってよ。いやー、ちょっと待ってなー。いてー。相手さん、スーパーアーマーつけすぎじゃない？いけ！あー、惜しい。ゼルダ偏差値外す。それ外すか。ガノン逃げるな。たまにね、後ろ取るよね。よっしゃー、決まった。見事な剣よ。だが余興はそこまでだ。我が望みは一つ。この忌まわしき剣をもって全ての光を葬り去らん。大魔王が飲んどる。一騎打ちか。熱いねー。チャンスで出たなあ。つーちょっと待った。あつー痛い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 。ちょっと待った。ちょっとなー。チャンス狙いすぎたね。ライフがないって結構しんどいんだよな。さておはようさん。手バズり合い。いやーそれがな。うい意外と攻撃してこない。外もぎりからのいや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 、今完全に不良してたじゃないですか。見えない斬撃あったぞ。押したじゃないですか。それな。ともぎりだ。おい。おい。後ろガノンさんそろそろいいんじゃないですか。ガノンさんそろそろいいんじゃないですか。結構切ってるよ。うい後ろまだか。ういおぎりー、よし、ほい、ほい。ほい、後ろー。うい。とどめ。これが全てで、これで全てが終わったと思うんだよ。これが光と闇の血塗られた歴史の始まりだと思え。なんだよ、なんとか言えよ。あんまり綺麗すぎて言葉が出ないか？はい、ということで、無事クリアですね。いやー。ガノン戦、いろんな意味で大変だったな。まあ面白かったね。4000か。憑依ゼルダ、魔獣ガノン、騎馬ガノン、で、大魔王ガノンドルフ。はぁ、4000は初だね。いや、でも、そっか、風のタクトとかと比べれば同じか、4000か。あー、いいね。で、最後やっと、本当の姿見れたって感じだね。いやー、よかったよかった。ミドナーもね、やられたかなと思ったけど、なんとか助かってた感じだしね。これでお別れだな。所詮光と影は交わっちゃいけないんだ。だけどこの世にはもう一つの世界があるってことを忘れないでくれよ。光と影は表裏一体、どちらが欠けても成り立ちはしないもの。神がこのように限りの鏡を残されたのは、それはきっと我々の出会いをつなぐためなのだと私はそう信じています。ゼルダ、あんたいい人だな。アイラルがみんなあんたみたいな人だならうまくやっていけるかもな。ありがとうな。姫さんが言ったろ、鏡がある限りまた会えるって。エルザ、またな。はい。ということで、これで、ゼルダの伝説トワイライトプリンセスは終了となります。オープニングのムービーあれだね。エンディングから流れ見るとめっちゃ綺麗な入りだね。あの場所になったのもなんかわかる気がするわ。オルディン大橋のあたりは、今回だいぶ関係性のある配置だったね。はい。ということで、一応ね、メインをガンガン進めていった感じなんですけど、まあメインだけでも30時間弱はかかるといったところかな。ハートも14個で、お宝もうちょい探したりとかサブイベすれば、マックスまで行くんだろうけどね。まあ他にもやり込み要素自体はめちゃくちゃあるらしいんで、もし気になる方は Wii U 版とかね、やってみると一番いいんじゃないかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。バイバイ。